はい皆さんこんにちはレック専任講師の鎌田ですえ本日はですねスマホで行政書士 S 式合格講座のご紹介ということでこの講座どんなことやるんですかみたいなですね本講座の特色利用学習方法といったようなところを私鎌田の方から少しご説明させていただければなというふうに思います実際に講義の方も私が担当していますのでどんな感じでやっていくのかと どういうふうに学習してどういうふうに合格していったらいいのかっていうところをですね、えー、ご説明できればいいなというふうに思っていますとお短いいい時間でですすけれどもどもうぞよろししくお願いいたしますとで、えー、早速ですけれども行政書士試験というところを皆さんあ受験しようと考えられて今動画見られていると思うんですけれども行政書士試験のですね大多数の方が社会人の受験生の方です。今動画を見られている方の中でも大多数の 方が社会人の方なんではないでしょうかとそうなるとですねまあ、社会人まあ仕事がありますとかですね家事がありますとかで両立大変です時間取れませんとまたですね時間取れない以上はですね1年を通して予備校で学習をするのはちょっと難しいよと。 コスト的にもですね、えー、時間ない中でどうにか受かんないかなという形でやるのにそれに対して多大なコスト10万、20万30万もかけてしまったらあーどうなのかと,うんと悩んでしまうとできればコストを抑えて自分が持っている時間の中で合格レベルの知識をつけたいと。 いう方がほとんどなんじゃないかというふうに思いますで実際にそういったような要望にお応えしてですねこの講座が出来上がったという経緯もあります 実際コストを抑えると内容的に中途半端なもんで合格できる内容をくれないんじゃないとかそういうご心配があると思いましたのでそういうい、まあ、確かにコストを抑えるっていうことはあーなかなか時間的にも内容的にも削らなければいけない部分は出てきますでも、そういうふうに極限まで削った上で皆様に合格できるような教材を提供できないかということで、えー、この講座ができたという経緯ですね。 えー、そういうところをまずはあ、まあ、今お聞きになっている方こういうご心配がある方はそういうご心配にお答えするために、えー、この講座があるというところをですね把握していただければなというふうに思いますとで,で実際にですねこの講座じゃあ今そういったようなことはあったけど実際どういったような特色あるんですかっていうところをちょっと今ご説明したいと思いますけれども。 まず第1点ですね、えー、時間がない,いわけですからコンパクトな講義になっていますとテキストもそんな時間がない中でですね膨大な量のテキストを読み込むということはできませんとですからテキストも重要なところ必要最小限合格できるレベルに絞っていますよと。 ですからコンパクトな講義でなおかつテキストも絞っていますからコストというところも下げていますよ。じゃあ具体的にどうなんだと講義時間で言えばですね全体で約60時間です。1コマは15分ですから電車の移動とかそういうところで1時間の移動時間があるんであればだいたい4コマ、4ユニット4つの授業を受けてしまうことができますよと。 約300ページぐらいです通年の講座とかを取ってしまうとですねテキストだけで1000ページぐらい行ってしまいますそれを出るところに限って300ページぐらいに絞っていますと価格もですね通年講座だと10万円は超えてきます15万20万とかそういったようなものになってしまいますけれどもこの講座はまあ全てを揃えたとしても10万円以下ということになっていますとでですねテキストそんなに絞ったら合格できるのっていう不安 あると思いますけれどもその点は我々も試行錯誤をしています、えー、過去問10年分以上分析して出るところ重要なところのみを収録していますとかなり分析をしていますと またですねかなり分析してしっかりと必要最小限度の情報を盛り込んでいるからこそですねテキストのどこを学習しても試験につながる知識とあの通年講座とかだといろいろなです、ね、付加情報を入れるがゆえにです、ね、テキスト分量もどんどん多くなってしまうとあの試験で出ないようなことも書いてあると理解のためにというところはあるんですけれどもそれをぎゅっと出るところだけに絞っていますのでどこを学習しても試験につながる。逆に言ってしまえば 隙間の時間、10分、15分の間にどのページのどの文言を出ても出る可能性高いですよっていう効率的なところではありますと。 ただですね出る知識を詰め込んでいる分です、ね、あの言葉をですね柔らかく書いて長,々長く説明する分かりやすくするということはテキストではなかなか難しいと合格をつかんでいただくためには難しい法律用語かもしれないけれどもそれをどうにか読み解いていただくというところはあちょっと皆様の努力というところをお,お願いしています。 ただですね、えー、難しいと思うのは具体的なイメージが持てないからっていうところが結構多いですあのですから講義の方では知識を理解具体的なイメージをフォロー応用が利くように、えー、講義のところでは分かりやすく重要なところ基本的なところというものをメインに皆さんにお話しするということを意識して心がけています。 でなおかつ、えー、行政書士試験では、記述式対策というものが結構不可欠で、記述式、まあ、40字程度で、あなただったらどう思いますかという文章を書かせるう科目があるんですけど、それが不安だという方に対しては、記述対策講座というものも用意していますので、えー、そういったようなところも活用して、ですねそれを含めても10万円以内ですから、あそういったようなもので、行政書士の試験科目全体を 効率的に合,あの合格に向けて学習する隙間の時間である時間でっていうのを目指して作られたのがこの講座になっていますと。 ですから、あまあ、もちろんですね通年講座とか20万とか30万とかかかるような講座はコストはかかるけれども時間的に余裕がありますから講義をと合わせてテキストも丁寧に読み込んでいくっていう形で講義とテキストを講義の時間で読み解いていけば基本的な合格のために必要な機能枠組みはできますと。 でその枠組みを問題集とかで自分で考えて回答できるように合格レベルに持っていくっていう基本的には2ステップで考えればいいんですけれども S 式合格講座はあコストは低いですよとコスト低い分ですね時間的なところはあ結構厳しいと講義時間的なところを私がですね丁寧に教えるということはなかなか厳しいと。ですから テキストはしっかりと合格レベルの木ができるテキストにしてますよと、だけれども、講義はその木を理解できるような、ですね、テキストを十分に説明する時間はないですので、講義はその木をどうにか自分の力で理解できるような枠組みというものをしっかりと理解というところに重点を置いて講義を行っていますよと。 ですから理解を得るための木の枠組みができてテキストを皆さんが読んでいただいて木が出来上がってそれで問題集とかをこなしていっていただいて自分の力にして合格を目指してもらうと基本的には S 式合格講座はこういった3ステップを目安に構成されていますとじゃあ実際どうやって勉強するんだって話ですけど今言った3ステップを意識していただくのがこの講座になります。 基本的には講義はあ理解とかイメージ重要知識の理解イメージというところをメインに置いていますからあ基本的には聞いていただくと聞いて理解していただくとですからあ毎日の通勤通学の時間とかそういったような時間に、えー、1ユニット15分ですからあー冒頭申し上げたように電車1時間の通学通勤の時間があればあ4ユニットイヤホンして聞いて。 えー、聞くことできますし帰りも合わせれば8ユニットですからあそういったような形で聞いて理解をしてあそういうもんなのかとそういうことかということで、えー、理解イメージと同時に知識も最低限の知識はつけていただくとで聞くと一通り全体的にバーっと先に聞いてしまってテキストを見ると。 で見ながら基本的なことを使いながら自分なりに理解しながら覚えていくと基礎知識を正確に確保していってもらうとでテキストで基礎知識を確保したら実際に問題が解けるか考えると知識の確認試験対応の能力というものを皆さんに養ってもらうと。 でさらに、えー、合格を近づけるという意味では記述の対策というところもしっかりとやっておくっていうところを合わせてですね、こういった基本的な3ステップで隙間時間を効率的に使って基礎的知識を確実にマスターして試験で6割以上得点できる力をつけましょうというのがあここにも書いてあるんですけれども考える知識の確認と。 さらに基礎知識を確実にマスターするということがあ行政書士試験 まああのー、どの法令科目の試験司法試験司法書士でも共通ですけれども大事なところで法律は一見すると難しい初見はすごく難しく感じる外国語みたいなもんですからそれを身につける、確実に身につけるというのはどうしたらいいのかというとこの3ステップ特に2、3のステップを何度も繰り返す試験直前においては過去問集を何度も何度も同じ問題だけれども何度も繰り返して確実な自分の知識 ににしてていいくというとうころがあ合格ののためには必要になってきますので、えー、実際にこの講座をご利用していただいてですね、えー、受験に臨むっていうんであればどうせ受験するなら合格をしていただきたいと私も思ってますから講義ではあできる限りのことを私もサポートさせていただきますので皆さんも2、3のステップをですね最初はとっつきにくい難しいかもしれないですけれども諦めずに進めていっていただきたいと思いますと。 で最後にですねなんかあの動画の配信とか教材の発送スケジュール発送スケジュールというところがあこういう形になっていますなっているそうですのでまあこれを参考にですねあこういう時期にこういうものが発送されるのかとこういう時期にこういうものを学習するのかっていうところをイメージとして持っておいていただければなというふうに思いますなおですね本年についてはあの早期で申し込んだ方あこれ配信日11月24から民法始まりますけどその前か から申し込んでいいいたただ方についてはあ前年度分、ですね2020年度分の動画講義というものをすべて聞けるようになっているそうですので、えー、先ほど申し上げたように、あのー、法律の学習合格に近づくというためには繰り返しが必要ですので前年分をこの11月24日までの間に聞いてしまうということは合格に対するですね、えー、効率をさらに上げると繰り返しの ファーストステップを踏んでしまうということになりますので非常に有効ですので、えー、まあそういったような特典もあるんだというところを考えていただいて。 またですね前年の文を聞くってことになると全く同じもの流れるのかというと民法については分かりやすさというところについてだいぶ改良を加えていますのでほ、えーまあ、他のところも変えていることはありますけれども、まあ、とにかく前年を聞いて基本的な知識聞いて民法今回の今年の文を聞いてさらに分かりやすさ、理解というところを身につけていただいて問題演習テキストを読み込む応用を聞かせていくというところを意識してやっていただければなと。いう,ふう ふうに思いますまあ,あの教材とか発送スケジュールとかの関係で何かご質問がありましたらレックの方に問い合わせていただければと思いますので、えー、ぜひですね、えー、面と向かってお会いすることはできませんけれども講座の中で皆様とお会いできればというふうに思っています、えー、それではですね皆様あご視聴ありがとうございますと本日もお疲れ様でしたということで私のご紹介の動画を締めさせていただきますお疲れ様 でした。